三市の国ドリゲームはテレビ朝日系列局で放送されていた朝日放送制作のクイズ番組ゲーム番組である全410回制作局の朝日放送では1977年10月2日から1986年3月20日まで放送三市は問題提出者と紹介していた当初はローカル番組だったが 半年後の1978年4月から全国ネットになった。1978年4月から同年9月までは毎週日曜15時30分15時55分に1978年10月から1979年3月までは毎週日曜18時30分19時に放送。そして1979年4月からは 毎週木曜19時30分20時に放送されていた。緑、赤、白、青の4人の回答者の対戦による個人戦で前半のクイズコーナーと後半の坊主めくりゲームとで構成されていた。なお、当初は緑、赤、青、木の4人の回答者で構成された。1982年頃からバックに電飾がつけられるようになった。 観客席真正面に置かれた長四角を組み合わせて日本列島を模したパネルが特徴であった。回答者はそのパネル上で国に見立てた47都道府県の人地争奪戦を繰り広げた。オープニング、回答者紹介 CM、前半戦 CM、後半戦、優勝者決定海外旅行チャレンジエンディング、次回予告で構成。 前半戦のクイズコーナーで獲得されなかった領地を回答者が一つずつ指定し、回答者はその領地をいかに関与引くかで天国か地獄かが決まるという大逆転のチャンスをかけたコーナーで、後日の海外旅行チャレンジゲームともども、カウント、運だけが試されるコーナーだった。系列は放送当時のもの。ありがとうございます。